準決勝第1試合、埼玉県埼玉栄高等学校対埼玉県秀明栄光高等学校の試合を行います。試合に先立ちまして両チームのメンバー、監督、並びにレフェリー、ゴールジャッジをご紹介いたします。帽子の色は白、埼玉県埼玉栄高等学校、1番ゴールキーパー永井慎之介、2番鈴木隆一、3番相澤亮介、4番阿波優斗、5番後藤誠吾、6番奈良貴人、7番花子純平、8番長澤浩太、9番山下裕二、10番日詰五郎、11番稲垣智樹、12番藤井渡る、13番亀田陽介、監督は稲垣武先生です。続いて帽子の色は青、埼玉県秀明栄光高等学校、1番ゴールキーパー三澤壮志、2番土橋玄、3番田中正宏、4番鈴木桃李、5番根乃正光、6番山田海斗、7番田中かなめ、8番キャプテン松本隆人、9番青山直樹、10番コック春樹、11番河村ダン、12番進藤亮太、13番高橋英介、監督は加藤秀夫先生です。レフェリーは牧橋邦博、若林和人、ゴールジャッジ三崎智則、大野雄介、以上の審判員にて行われます。なおこの試合のデリゲートは小谷忠、審判審査は尾上浩二が行います。試合開始までしばらくお待ちください。Yeah.
よ。
ップ青2番のペナルティーファウルより白埼玉栄高等学校にペナルティースローが与えられます。出てんでしょ。I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
おい。ほら。